the coma. こんにちは、DJ カズサクマです。今日はですね、R ネイビーの新曲のレコーディングってことで、ブルックリンのブッシュウィックっていう地区に来てます。で、早速ですね、待ち合わせ場所に R ネイビーが登場したので、来ましたよ。ほらほら、おはようございます。おはようございます。カズさん、おはようございます。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 タカオスです。おはようございます。カズさん、おはようございます。おはようございます。今日はレコーディングでよろしく。DJ カズサクマビーツ。階段を登るだけでちょっと辛いアルネイビー君。あ今日メガネない。はい、What's up, man? How you doing? This is our studio? Yep, it's right there. Oh, it's right here? Yep, all the way to the right. Thank you. Oh, no, next room. Cool, here. How you doing? New studio? Yeah, it's my place. Oh, your place. I'm so good, man. What up, Max? How are you?I'm shooting. What's going on? Oh, Bruce is here. Oh. Uh-huh. How you feel? Everything good. Cool. Very cold here. Nice. You like the AC? はい、ということで今日は、レコーディング無事に終わりましたね。疲れてたっすわ。疲れてるね、カカオス。どうも、改めまして、あ、皆さん、この前はどうもありがとうございます。ご視聴の方ね、良かったでしょうか。なんかね、カカオスも電話かかってますよ。前回の見てもらえましたか。なんかすごいカカオスの話題ですごい面白かったと。でカカオスに電話したらありがとうって、今度カカオスも出たいって言ってたんで、ぜひともゲスト出演の方でゲストね。はい、で今日はじゃなく、そうそう、カカオス。今日何の話ですか。これちょっと取らされてるんですよ。ちょっと話してくれるとか言われて、圧力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 政治的圧力。はい、今日は、まあ、こんな感じでいつもレコーディングしてるんですよね。で、R ネイビーの家の近くの、なんだっけ、スタジオ、名前、ブルワリースタジオかなっていうスタジオで、スクリレックスとか、いろんな、そうですね、クリス・ブラウンも来たことあったし、クリス・ブラウンも、うん、オマリオン、そうですね、ホストビーね、うん、ホストビー、あ、そう、ホストビーっていう曲が、もうここで、このスタジオで録音されたみたいですね。っていうスタジオで、カカオスも結構ここでレコーディングしてるらしいんですよ。そうなんだ。らしいんですよ。あんなカカオスも曲も、そうなんですよ、もう、もうちょっと発売される曲であろうという曲もここで録音したらしくて、俺カカオスからこう紹介されたんです。そうなんだ。はてな。まあね、なんかこうやってね、リアルにこういう話してるのもなんかいいっていうことでね、うん、なんかあんまりあれじゃないですか、なんか結構 YouTube とか動画あるのと硬くなって喋る人いるんですけど、ね、うん、そうね、うん、目に取っちゃおうか。そう、結構目可愛いし、つぶらな。そう、これ恥ずかしい、ごめんなさい。はい、笑くない、ヤンキース。そうなんですよ、なんかね、ヤンキースファン。結構ずっとメッツの株価。いやヤンキース、この応援しに行きましょう、皆さんでね。あ、俺この間行ってきたよ。あ、見たですね、田中投手。
喋りました。さすがに喋ったね。マジですか。あるね。この前喋ったって言ってないですか。マジですか。多分マサじゃん。あれじゃないですか。なんかね、田中選手最近もすごい活躍中なんですか。知らないですけど。俺も知らない。なんかこれから2人でやってほしい企画とかなんかねあれば。そうっすね、なんかあったぜひぜひ。俺とカズさんだから結構できること多分あるんで、うん、そうなんですよ。俺が結構このツッコミキャラなんで何でも結構できちゃうパターンなんで、別に音楽以外のなんかこれやってくださいっていうことは俺がトライできる範囲はトライするんで、うん、はい、なんかあったらおっとコメント欄に、コメント欄に、コメント欄に、あ、ここ見えますよ、ここ、これこれこれ、ここコメント欄なんですよ。はい、見てください、コメント欄に。なんか企画、ね、企画でなんかやってみたいな、アウネーミがナンパするシリーズとかでも全然本当の YouTuber。 いやもうこの際俺頑張らせてもらおうかなと思うんで、本気で、まあ、一応ね音楽チャンネルってことで、はい、まあ音楽に関することなのでできるだけやりたいと思いますので、はい、今日はこんな感じでありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。めっちゃボタンどうっす。